はい、皆さん毎度毎度まあ寒くなってきたねこれからの時期ね窓を断熱したくなるよねでまあいろんなやり方があるよねポリカーボネートの板ね窓枠と同じ大きさに切ってはめたりねでね材質的にね結構熱を通すんだよね手間暇かけた割には、まあ、きれいにねピタッと収まるとね動画的にはねまあいい感じの動画にはなるよねだけど実際はどうかなってなるよね あの手間暇かけてあれにねいまいち効果ないんだよねだったらこのダイソーで売ってるこのね多用と不織布シート、まあ、110円だよね、まあ、我が家のねこの寒い風呂場この窓ね一枚ガラスなんだよねすげえ寒いんだよね <laughs> でやっぱね、なんか断熱しないとね、 あの外みたいに寒いんだよね前はねあの発泡スチロールをね切ってはめてたんだけどそれもね結構カビが生えたりしてね面倒くさいんだよねだったらこの110円の不織布これちょっと水に弱いかもしれない湧いったって1年ぐらいこれもう,うちに貼ってあるからねでこれ1枚ね切らずにねとにかく畳んでこの大きさにしてで空気の大量が起きなきゃいいから上だけ突っ張り棒でほら押さえてね下はこうやってやってやっとけばいいんじゃねえのそうすると まあかなり違うよね,ね断熱しないと本当ねここがね外と同じ温度になっちゃうんで風呂場がね <laughs> このぐらいの窓だったらね突っ張り棒1本とねこの不織布1枚で220円ほんでハサミも使わないし何も使わないでただたたんでこうやってやっとけば OK でねではねケチらないことねこのぐらいの窓だったら本当に不織布あの大きさのやつを1枚たたんで入れるぐらいあのケチるとダメやっぱりね熱通しちゃうから。 上に隙間が空いてても、ああいうね隙間からは冷たい風ってのは入ってこないよね。で冷たい空気と温かい空気ってのは混ざりにくいんだよね。だからちょっとぐらい隙間があっても、下に隙間空けない方がいいよね。やっぱり上はちょっとぐらい空いてても平気。うん、もう冷え性でね寒いの大綺麗だからね。いろんなことやって、まあ、最後にこれが一番いいね。手軽で。ああ凝ったことやったって大したことないもん。はい、お疲れ様でした。